蜀では劉備の嫡子劉禅が後を継ぎ皇帝となっていた。それを軍事面で補佐したのは諸葛亮に見出され軍略を授けられた天水の麒麟寺こと姜維である。上将諸葛亮の志を継いだ姜維は北伐を繰り返した。だが戦果の上がらぬまま蜀は疲弊していく。一方魏では皇帝の代が変わり、それを機に蜀討伐が本格化する。姜維は天閣で一人奮戦するが抵抗むなしく魏軍は成都へと迫る。これに対し劉禅は投降を望んでいるという。劉禅を守れ、暗君といえども敵に渡してはならない。ここが最後の関門、蜀の地は私が守り抜く。敵の数が多すぎる。ドラを叩き門の開閉を利用して戦おう。暗君として名を尽くすか。お主ほどの者がなぜ魏に戻ろう。姜維殿、蜀と共に散ることはない。この身この命全ては蜀のために。上将に誓ったのだ、私は負けられない。